おはようございます。6月27日日曜日、今7時58分です。もっと早く起きる予定だったんですけど、もうなんか全然起きれなくて、普段は本当に僕パッて起きるんですけど、なんかもう起きれないですね。天気いいんで充電してます。暑いですね。今から昨日の夜作ったゆで卵を食べて、あとセイコーマートで買ったトマト美味しそう食べて、コーヒー沸かして、テントを撤収して出発しようと思います。ルートは、昨日の夜も話したルートへ行こうかなと、門別ってとこら辺までとりあえずバイクで行こうかなと思います。今日は天気最高だ。朝のコーヒータイム、やっぱコーヒー飲まないと、カフェイン取らないと、なんだろうな、スイッチが入んないですね。なんか東京は、関東は1週間雨みたいなんですけど、北海道は、ここは、ここどこだっけ、稚内の近く、くっちゃろこ湖畔キャンプ場はめちゃくちゃ晴れてます。あったかい、暑い、20度ぐらいかな、でも今、あ、多分20度以上あるな、暑い。今キャンプ場出発したとこで、隣にテント張ってた男の人が旭川の人らしくて、でその人がから聞いたんですけど、なんだっけな、また湖沿いのキャンプ場があるらしくて、門別のちょっと先なんですけど、コムケ国際キャンプ場ってとこで、こっから147キロ2時間38分で、はい、最初オコッペ町とかに泊まろうかなと思ったんですけど、オコッペ町を越えて門別をちょっと行って、そのコムケ国際キャンプ場ってとこまで行って、で今日はそこ泊まって、でそっから富良野まで3時間ちょっとで行けるみたいなんで、あさって富良野とか美瑛町の方へを目指そうかなと思ってます。またでも走りながら考えるって感じで、とりあえず目的地っていうか目指すのはその、門別のちょっと先のキャンプ場ですね。もう120キロずっとこの道ということで、もうここから先はマップ切って、しばらくマップ切っていこうと手が行きます。出発してすぐなんですけど、なんか霧っていうか雲がめちゃくちゃ低いところまで垂れてきてて、雲なのかな、霧なのかな、海とかもこう陸と海と雲の境目がすごい近くなって綺麗ですね。止まり進んでるから全然先に進めないっていう、でもなんかこんな景色はなかなか東京では見られないから、すげえな。
景色がどういうことなんだこれは。雲がかかって、こうなんか空がすごい低いところで層になってて、どういうことだ。なんかあんまり見たことないな、こういう眺めは。すごい。いやーすげえマジで。オホーツク海。オホーツク海か。僕はなんかずっと日本海すら見たことなくて、太平洋しか見たことなくて、はい。だから日本海すごい見たくて、青森フェリーターミナルまで行くときもわざわざ新潟通って日本海沿いを通ったりしたんですけど、オホーツク海も初めて見て、海っていいなマジで。なんだろうな、全ての生き物は海から生まれたとか言うじゃないですか、まあ、だからこうやって海にみんな魅了されるんですかね。すげえ、めちゃくちゃ綺麗。すげえとかめちゃくちゃ綺麗っていう言葉しか出てこないんですけど、でなんかこの海と空の境目がなんだろうな、どういうことなんだろう。雲かな、雲でこうなってるのかな。こういう景色はさっきも言ったけどあんま見たことない。最高だな。マハタかもしれないけど住んでるといいなって思うよ。すごい、さっき言われた天気が良くなって、この雲がかかってるのがまたいい感じというか幻想的っていう雰囲気最高。ラーメン食べにちゃんこ居酒屋てるやっていうのかなってところに来てみました。まあ、11時からなんでまだやってないかな、もうすぐ開くと思います。
今12時54分でまだ江差町通過中。まあ天気がいいけど結構寒い、走ってる時は。まあところどころすごい雲がかかって霧っぽくなっててっていう感じですね。まああと83キロで、まあ今日の朝、まあ、隣のテントだった人に聞いたホムケ国際キャンプ場ってとこに、まあ到着します。紋別市っていう、まあ割と北海道では割と都会らしいんですけど、紋別市ってところをちょっと過ぎて、でオホーツク海沿いにあるキャンプ場ですね。まあそこに泊まるかどうかわかんないけど、まあとりあえずまだ時間がね、1時今何時だこれ、まあ、まだ12時55分だから、まあ、とりあえずこのままのんびり進んで、江差町を抜けて大牟町へ突入します。町を通過中。あったけー、泊まるとすごいあったかい。あ、なんかもう東京っていうか関東はもうずっと雨みたいだけど、北海道はもう最高の天気、最高の天気って言ってもさっきまではなんか霧っぽかったけど、まあ今はこんな感じでもう晴れてます。まだ大牟町にいます。ちょっと脇道入って行こうとしたらもう果てしなく脇道さえ果てしなく続いてるっていう、すごい。あっちがオホーツク海、オホーツク海が見えますね。大牟町の市街地を通過中。今カントリーサイン取り忘れちゃったけど、オコッペ町に、突入しました。ちょっと眠気が襲ってきたんで、このパーキングエリアっていうか休憩スペースでちょっとコーヒー沸かしてから行こうかなと思います。アルコールストーブで、まあ、おなじみコーヒーを沸かしてます。まあインスタントコーヒーですけど、まあ、これねドリップとかも全然簡単にできるんで、まあ、今回はもう粉のインスタントコーヒーしか持ってきてないんで、こんな感じでやってます。まあ、北海道はこんな感じで道路っ端に
こういうね休憩スペースがあって、まあ道路がすごい長いもんだから、こうねなんかご自由にお休みくださいって看板が書いてあって、そう、まあこういうとこに駐車して休めると、まあ仮眠とかしながら運転できます。まあバイクだからね、仮眠っていう仮眠はできないけど、まあでも人によっては多分仮眠したりするかもしれない、バイクとかでも。走ってるとすごい寒いんですけど、まあすごい寒いわけじゃないけど寒くて、で止まると暑い、もう半袖でもいいぐらい。で今服装が本当毎回一緒なんだけど、このウィンドブレーカー、まあレインコート兼ウィンドブレーカーと、あと下にこれ薄手のダウンを、これ薄手のダウン着て、でこの中にフリース着て、でその中にヒートテック着てるんですよ。でこのこんだけ着ても走ると寒くて、まあこのこれぐらいの天気、めちゃくちゃ天気いいけど、まあ走ると寒いんですよ。まあ気温は多分20度前後ぐらいかな、20何度とかだと思うんだけど、でも止まるとねすごい暑くて、もう半袖になりたいぐらい。ああ、だから今ねコーヒーをホットでアルコールストーブで沸かして飲んでるんですけど、まあ、ちょっとね暑いっすね。アイスコーヒーが飲みたい。まあでもさっきまで寒かったんでコーヒー沸かしちゃったんですけど、コムケ国際キャンプ場ってところまでは、紋別市のちょっと先のキャンプ場までは49分、あと47キロですね、まあ、もうちょい、まだ時間が2時45分なんで、まあ、全然余裕ですね。まあ、とりあえず行ってみよう。ついに紋別市に突入します。もう紋別市早い。紋別市を通過中。まあ紋別市って言っても全然田舎ですけど、はい、まあ、もうすぐであと 6.9 キロとかでキャンプ場に着くんで、今時間16時8分ですね。まあちょうどいい。あーすごいいい天気、泊まるとあったかい。コムケ湖っていう湖のほとりにあるコムケ国際キャンプ場ってとこにもうすぐ着くんですけど、あんま映ってなさそうだな。でもすごいめちゃくちゃ綺麗、最高。もう天気もいいし、多分今日夕日がすごい綺麗だと思う。
今時間が16時8分なんで、まあ今から行って、温泉でも入ってのんびりして、まあ夕日を見て寝ようと思います。まあ全然眠くないけど。小向けキャンプ場に到着、まあ今から受付して、まあこんな感じで、なんかどこに張ってもいいらしいテントは。今日のキャンプ地、小向け国際キャンプ場、まあここにテントを張ります。200円。設営完了。あ、いい感じ。 OK ですね。しかし広いな。北海道でかいけどキャンプ場もでかい。最高で、キャンプ場の向かい側がすぐに小向湖っていう湖になってて、まあ湖だけど、アサリとかシジミとかナマコ、ウニ、ホタテとかいるらしいまあでもこれ湖って言っても本当にオホーツク海と、オホーツク海に面してる湖で、面してるっていうか、もうオホーツク海がただこうちょっと陸に囲まれたみたいな湖で、まあ、すぐ横にも他の湖があって、渋野綱井湖っていうのと、あとサロマ湖っていうのも近くにあってって感じ。まあ、だからナマコとかウニとか貝とかいるんだね。北海道旅って意外とお金かかんないんだなって思った。青森からフェリーで行けば4000円ぐらいでしょ。でキャンプ場だってまあ数百円でしょ。でまあ銭湯温泉とかも、まあ、500円とか300円とか200円とかもあるし。今日の、夕食の準備、まあ僕はもう自炊道具ってほんとこれしか持ってないんで、もう同じのしか作れないですね。アルコールストーブ、アルコールストーブってなんかなんだろうな、風強いってやっぱ微妙っすね。まあ、ご飯はまず、加熱して、そのお湯でゆで卵を作って、まあ、あとさっき、サバ缶とか納豆とか買ってきたんで、それを食べます。なんだろうな、次回はもうちょっとなんだろう、自炊道具にこだわって旅をしたいなと思いました。何がいいんだろうね。焚き火台とかがいいのかな、ガスバーナーがいいのかな、わかんない。まあとりあえずもう今はこれしかないんで、これでやります。だからこのキャンプ場はバイクを横付けできるからいいっすよね。いつも通り明日の朝ごはん分も茹でて、まあ、ついでに米も追い炊き追い加熱。キャンプ場の目の前にある小向湖の夕日、すげえな。まあここら辺なんか多分キツネがいるな。すごいガサガサ音がした。そういえば今のところ鹿とキツネは見ましたね。クマは見てないけど、さっき走ってたら牧場に鹿が群れで歩ってました。あとキツネはね、普通に道路横断してたり、めちゃくちゃ堂々として、すげえ目があって、なんか襲ってきそうな感じだった。明日の予定は今いるのが小向湖キャンプ場なんですけど、まあ紋別市ですね。紋別市、まあ中心ではないけど、でこっから明日は海岸線じゃなくて中を入ってって、まあ、美瑛町ってとこに行こうかなと思ってます。172キロで3時間9分。まあ、172キロだからいつもよりかちょっと走る感じかな。まあ、そんな変わんないかも。でまあ今気づいたんですけど、美瑛町っていうのはね、旭川とすごい近いんだね。旭川のほんとすぐ、まあ、すぐではないか、旭川と近いで、まあ美瑛町行って、富良野市っていうのかな、富良野行ったりしようかなと思います。
はい。でまあその後は分かんないけど、また海岸沿いに出て、オホーツク海の方に出て、まあ網走の方行って、知床行ってっていう風に考えてますね。おはようございます。今6時8分、キャンプ場の朝はこんな感じで、こんな感じでカラスが鳴いてたりとか、あとはね、まあ明るい、こうなんか遮光のテントじゃないから、もうご覧の通り中は明るいと、まあ、なのでもう起きる予定よりも基本的に早く起きちゃいますね、まあ、僕は今日はね7時ぐらいに起きたかったけど。おはようございます。もう予定より早く6時40分にもう起床して、まあ6時40分でそんな早くないか、カラスがすごいうるさくて起きちゃいましたね。まあ今日の朝も、まあこれ昨日の夜に今日の朝分もやっとくべきだったけど、全然そんなこと頭になかったんで、まあ今日の朝食べる分と、あと夜かなに食べる分を今お米、加熱してます。でまあこの加熱したお湯でコーヒーも入れて、まあこのキャンプ場はこうバイクを横付けっていうか近くまで持ってこれて、まあ、僕の場合ここにバイク置いて、あそこにテント、まあここら辺に張ってもよかったんだけどてか毎回毎回ね、なんかね、この昨日の場合はまあここに張ったんですけど、近くにこう炊事場があって、この炊事場っていうのがね夜中ずっと電気ついてるんですよ。なのでテント内もね真っ暗にならず、まあ全然爆睡できましたけど、まあなのでねテント張るときはこう炊事場とかこう電気がつく電灯とかもあるから、電気がつくものから離れたとこがいいですね。まあ当たり前やけど、まあ、僕はキャンプど素人なんで、こうやって、日々学びながら日々学んでます。戦いの中で成長するタイプ。まあそれで昨日の夜も話したけど、今日の予定は、まあ、美瑛町ってとこに行きます。まあ今までずっとこう日本海沿い走って、オホーツク海沿い走って、まあ、海岸沿いを走ってきたんですけど、まあ、今日は長野の方に行って旭川の方へ目指して美瑛町ってとこ172キロ3時間8分で行きます。まあなんだかんだやってたら朝ごはんとか食べてたら8時ちょっと過ぎになっちゃったけど、まあ、天気は今日は、まあ、今のところ あれですね曇りですね、まあ、寒くはない、昨日と同じぐらいかな。走ったら寒そうだけど止まったらちょうどいい。まあ、まずはガソリンを入れたいんですけど、今半分ぐらいなんで、ただねこっから一番近いガス、一番近いっていうかその通り道で一番近いガソリンスタンドっていうのがね22キロ先なんですよね。エネオス門別サービスステーション22キロ先、まあ全然余裕ですけど、とりあえずまあそこまで行って、そっから美瑛町目指そうかなと。美瑛の方に向かって、もう海岸線沿いは外れて、あとまあ82キロこの273号線っていうのを進むみたいですね。まあ82キロ行ったとこでまだまだなんですけど、
まああと146キロで美瑛町に到着。まあ2時間44分って書いてあるんで、まあ僕のこのバイクのスピードで行くと、まあ3時間以上かかるかなっていう。まあ今日もいい天気、あったかい。まだ紋別市を通過中。もう海岸線沿いじゃないから、もうなんかずっと牧場地帯を通ってます。なんかアイスクリーム、ソフトクリームとか食べたくなってくるな。滝の上町に突入します。かわいいな、このカントリーサイン。紋別市を抜けて滝の上町、滝の上町、滝上町っていうのかな、ちょっとわかんない、を通過中。めっちゃ暑い、もう走ってても暑い。まあ、北海道に来て初めてあのジャケット脱いで、今フリースとヒートテックを着て走ってます。まあ、ヒートテックをねもう脱ぎたい。まあ、ただ北海道今のところね、こう暑いなと思ってもすぐ寒くなったり、こう晴れててもすぐ霧がかかったりみたいな、そういう感じなんで、とりあえず、この格好でヒートテックとフリースと、あと下にタイツ履いてるんだけど、すごい暑い、もう脱ぎたい、半袖で走りたい、暑い。まだ滝の上町を通過中。あっつい。で、あの雲がね、ずっと前に見えてて、すげえな。
暑い。今、まあ今というかあと113キロで美瑛町に到着するんですけど、まあのんびり、かなりのんびり走ってて、そうですね、あと2時間ぐらいらしい。まあ2時間半ぐらいかな多分。美瑛町まであと99キロ。さっきの雲がだんだん近づいてるけど、すげえでかい。夏だな。まだ6月28かな、今日は28か29だけど、もう夏って感じ。暑い。もう気温何度か分かんないけど暑いっすね。最高の天気。まあ、ただもうずっとこんな感じの道で、もう本当に何だろう、もう牧場もなくなって、何もないこの道を、まああと36キロは進むらしい。これ今273号線って言うんだけど、まああと36キロ進んで右折って書いてありますね。さっきからずっと見えてる雲に向かって走ってるんだけど、どん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 もうでかくなって、高くなって、すっげーな。なんか山みたいだな、もうもはやでかい雪山みたい。上川町に突入します。トンネル長い、 3000m ぐらい。寒い。めちゃくちゃ天気いいとか言っときながら、急に雨が降ってきて、向こうはね晴れてんだけど、まあなんかでもすぐこの雨雲からは抜けられそうだけど、まあでも結構強くなったからもう袋かぶせて、靴も履き替えて、靴は長靴、北海道で初めて長靴、あと上下レインコート。まあ、とりあえずこれで雨雲を抜けるまではこれで行きます。
もう嘘みたいに雨は止みましたね。さっきもうあの雨の降ってるところと降ってないところの境目があって、もう道路がはっきりとね、なんだろう、全く濡れてないとこと濡れてるとこに分かれてて、あ、こんなに境目ってはっきりしてんだって思ってびっくりした。こことかも全く濡れてないからね。まあ降ってんのはあっちだけだね。まあ、あの雲がこっちに来るかどうか分かんないけど、まあしばらくは、レインコート着たまま走って、まあ走ってればレインコートも乾くんで、まあこれはもう取っちゃおうかな。とりあえずここで一旦休憩、コーヒー飲んで、まあゆで卵食べて、まあ雨ももう大丈夫ってことで、もう雨の装備は一旦しまって仕切り直しをします。すっかり晴れましたね。すっかり晴れた。いやー、すっかり晴れたな。で、意外ともう美瑛町までは76キロ、1時間25分もうすぐ。早いな。まだ時間2時じゃない、12時27分なんで、まあこのままのんびり行って感じですね。ここは、上川町っていうのかな、ちょっとわかんないな、まあ後で調べてみる。レストハウス上川っていうのが、まあ以前はこれ営業してたみたいで、すごい雰囲気のある看板、ボロボロ。これいつまでやってたんだろうね。最近ではないな、多分結構前にもう閉店しちゃったのかな。ここから愛別町に突入します。雲が、さっきからなんか雲が印象的で、雲ばっか写真撮ってるけど、すげえ夏だな。あまりに暑すぎて着替えました。ヒートテック脱いで、あの T シャツ1枚とこの薄いシャツ1枚、あと厚手の靴下も脱いで、まあタイツも本当は脱ぎたいけど、ちょっと道端なんで、とりあえずこれで進んでいきます。あっちへ。もう暑すぎてついにはタイツも脱いで
すぐそこにトイレがあって公園っぽくなってて、そこでちょっとタイツ脱いで、もう完全にじゃないか、夏の装備ですげえいい天気。雲が相変わらずすごい。まあこのまま美瑛町へ向かいます。当麻町に突入します。あっちへ。今当麻ってところ通過中なんですけど、すごい、もう相変わらず雲がね、なんだろうね、ドリーミーっていうかダイナミックっていうのかな、すごい雲がでかい、バーンって感じ。今からっていうか、美瑛町に向かってて、もうあと30キロぐらいっていうか、もうなんか距離の感覚がバグって、もう30キロって近いなっていう感じなんですよね。なんか北海道って看板とかにもなんか30キロ先左折とか言って、なんか施設名書いてあってさ、例えば温泉30キロ先左方向とか、そんな感じの看板とかあるから、もう30キロって近いなっていう感じですね。旭川市に突入します。旭川市に突入しました。いや相変わらず、もうさっきから天気のことしか言ってないけど、雲とかすげえ暑い。美瑛町に到着っていうか、美瑛町に突入します。美瑛町のセイコーマートで買い物しました。すごい暑いんで、北海道クリーミーソフトっていうアイスクリーム、セイコーマートオリジナル、まあ、200円ぐらい、まあ、たまにはいいでしょう。
まあ、1個目のキャンプ場が、7月1日からってことで、まあ、そこも熊出没中って書いてあって、で もう1個近くにキャンプ場あったんで、もう1個来てみたら熊出没中入園禁止っていうのが貼ってあって、無理だな、ここ無理だな。今日のキャンプ場は春蜜台公園グリーンスポーツってとこで、旭川市内ですね。結局ここしか空いてなかった。800円です。昭和レトロな銭湯に来ました。黄金湯、ここが今日のキャンプ場、800円ですね。今までは一番高い。ここから押して入っていきます。まあ今日の食事、まあ本当にいつも同じような感じだけど、納豆、セイコマートオリジナル、米、セブンイレブン、鮭るチーズ、サバ缶、トマト、北海道産、まあうん、まあ今日は卵はもう朝と昼で食べたんで、夜は食べず、まあ、ちょっと足りなそうだな。でも今23時5分、もう眠い。明日の予定というか明日の、まあ、ルート行き先はもう全く考えてないですね。もうね、今はそんな考えるなんだ、余裕がないってほどでもないけど、まあ考えなくていいやっていう感じ。さっきまでこのキャンプ場にはね、なんか2組ぐらい他に人がいて、ずっとバーベキューとかすげえ騒いでた。めちゃくちゃうるさかった。マジで10時過ぎぐらいまで、もう1組、もう1組は10時過ぎぐらいまですげえ花火とかやって、すっげえうるさかったな。まあもうだいぶ静かになって、今ね僕とあともう1人しかこのキャンプ場にはいなくて、もうスタッフも全員帰って、すげえ静か、真っ暗、外真っ暗。はい、まあ明日のことは明日考えよう。ではおやすみなさい。あれ、おはようございます。7時51分、6月29日火曜日、7時51分、春蜜台公園グリーンスポーツキャンプ場、まあまあ朝ごはん食べてコーヒーも飲んだんで、今から、まあ、テント撤収して、まあ、とりあえず出発しようと思います。まあ、行き先はまだ決めてないけど、パッキング終了、行くか。まあ特に荷物の積み方にこだわりが強いってわけじゃないんですけど、一応気をつけてることは、ここ背中が当たる部分には硬いものは入れず、だからここはもうクッションみたいになってます。はい、でまあ硬いものはこっちに集めて、でこれ後ろにつけてるのは洗濯した T シャツと靴下、見てこれ、靴下を結んでおります。まあ、こうしとけばね、走ってるうちに乾くんで。はい、まあ、あとは、まあ、前のカゴには長靴と、まあ、水、あとこのバッグ入れてるんですけど、まあ、こだわってるのはこのバッグの向きですね。これは普通のメッセンジャーバッグで、こういうふうにここがビリビリって開くバッグなんですけど、これをね逆に向けて置いておくと、こう虫が、飛んできた虫がね、ここにびっちり入っちゃうんですよ。この間びっくりした。だから向きはもうこれ、トンネルとか入るとやっぱライトに虫が飛んでくるのか分かんないけど、そうトンネルから抜けるとね、このバッグの中に虫が入ってるんですよね。たくさん、1匹とかじゃないですよ、めっちゃ入ってる。だからまあバッグの向きはこうで、落ちないように、まあ落ちないんですけどね基本、まあ適当、そんな固定してない。まあ、あとはここにタオル、これも、まあ、洗って結んどけば
運転してる間に乾くんでっていう感じですね。まあ、あとはここにソーラーチャージャーをつけるんで、ちょっと今からつけます。今ここで充電してて、まあ、今 0.9 って書いてあるけど、これでも十分充電できますね。晴れてるとね 2. 何とかとか3とかはあんまなんないかな。すごい簡単で、僕の場合はこのバックのリュックのチャックのとこにこうカラビナをつけて、まあ、こんな感じですね。行きます。まあ、こっちはこういうリュックのこういう部分があるから、こういうとこにつけて、まあ結構適当っすね。ただまあ毎回毎回つける位置とか別バラバラだから、そうで今この状態だとこう動いちゃうんで、まあ、これをもうちょい追い込んでいくと。今8時48分もう撤収して、まあ、行き先を考えてるんですけど、もともとはその美瑛とか富良野っていうのはなんかなんとなく綺麗そうだなと思ってきて、ラベンダー畑が有名なんですけど、まあよくよく考えたらラベンダーとか全然興味ないんで、もう、海岸オホーツク海の方に戻ろうかと思います。まあなので今日は網走を目指していきます。202キロ遠い、まあそんな変わんないか、まあ、とりあえず行きます。まあ、昨日とは違う道を通るからまあいいでしょう。まあ、このあと山を昨日みたいに山を越えていくと思うん でその間って本当スタンドがないんですよ。なので今のうちに入れようと思って調べたら、まあ、5キロ先にあるんで、まあ、とりあえずスタンド行って入れてから行きます。まあ、あともう3分の1もないんで、まあ、このまま山に入ったら多分ガス欠になるなと。今のトンネルが全部で3200とか3100何十メートルって書いてあって、もうすごい薄着でダウンとか着ずに、ヒートテックも着ずに、タイツも履かずに靴下1枚で通過したから、もうめっちゃ寒かった。しかも手袋もしてなくて、まあ、途中のなんか非常駐車帯ってとこでつけようかと思ったんですけど、なんかもう不気味だったから、とりあえず早く出ようっていうことで、まあ、でも出た先にもまたトンネルがあってあんま長くなさそうだけど、まあ、とりあえず行きます。
まあこの辺トンネルが多くて、しかもトンネルが3000メートルとか、もう1000メートル超えは当たり前で、ものすごく寒くて、ダウンを着ました。まあ、タイツも履こうと思ったけど、ちょ車通りが多くてちょっとここでは無理なんで、まあ、とりあえずダウンだけ追加していきます。北見市に突入します。ここは石北峠って言って、標高1050メートルって書いてある。石北峠って読むのかな、多分。網走まで124キロ。ここで一回トイレ休憩。もうね、山の方入っちゃうと、もうトイレも全然なくて、ガソリンスタンドもないし、トイレもないし。あ、でも泊まるとバイクから降りるとあったけえな。いや、ちょっと暑いな。あそこに気温計があって、ただいまの気温25度って表示されてるけど、そんなに高いのかな、気温。この間もうちょい気温低くて、走ってる時全然もっと寒くなかったけど、まあとりあえず今25度らしい気温。走ってたら北キツネ牧場っていう看板があって、まあ、こんな感じでドライブインみたいな感じになってて、まあ、もう廃業してるんですけど、はい。まあ過去にはここで毛ガニ直売所って書いてあって、まあ、だからカニとか売ったり、北キツネ牧場っていうのが何なのかよくわかんないけど、まあ、ここで毛ガニを販売していたと。熊谷北キツネ牧場。北キツネ牧場ってのは何なんだろうね。まあこんな感じで毛ガニを売ってたらしいです。でもうこんなボロボロの看板があって、なかなか味が出てるんですけど、カニ水族館って書いてあって、でここにものすごい不気味な、見てこれ、めちゃくちゃ怖くないですか。やば、これ目がやばい。目がもうなんか殺気というか、もうなんか狂気じみた、まあクマですかね。でかいな、でかっ。なんかもうユーマって感じで、見てこれ、手がもう、手は折れてて、足にはもう苔が生えてて見てこれ針金で固定されてますね。怖いな、これすごいな。思わずめちゃくちゃ写真を撮ってしまったんですけど、ちょっともうちょいアップで。道中には結構こういう寂れたドライブインって名前の、こうなんだろう、休憩所みたいな。こう北海道って道がすごい長くて、まあ、ガソリンスタンドもあんまないし、コンビニとかもあんまないから、まあ、前はこういうのが栄えてたのかもわかんないけど、まあ、今はやってなさそう。なん
かアメリカ横断した時を思い出しますね。で、で網走市まではあと76キロ、もうすぐ、まあ、76キロでもうすぐっていうのもあれだけど、まあ、もうすぐまたオホーツク海沿いに突入します。まあ、もうすぐではないか。まあ、今は北見市っていうところら辺にいるんですけど、今日は今14時9分、まあ、今日の目的地は網走市のなんて読むんだこれ、呼び糸浦なんて読むんだ分かんない、まあ、とりあえずキャンプ場に、無料の網走の無料のキャンプ場に行きます。で網走湖っていう湖があるのかな、網走湖そうだなっていう湖の湖畔にあるキャンプ場で、まあ、そこに行きます。でまあそこに今日泊まって、で明日本当なんだろう、僕が目的北海道で一番、まあ、行きたかった知床半島の羅臼町ってとこに明日は行って、で羅臼町にテント張って、まあ、そこを拠点にしてこう、まあ、何泊かしようかなって今は思ってるんですけど、まあ、それも、まあ、また変わるかもしれないんでちょっと分かんないですね。まあ、とりあえず、今日はそのキャンプ場、まあ、網走のキャンプ場あと56キロ、今14時44分、オホーツク海沿いの、まあ、網走市までもうあと35分、まあ、34キロ。大空町に突入。まあ、カントリーサインはちょっと車通りで撮れなかったんですけど、もう網走市へ突入しました。まあ、キャンプ場はまだだけど、まあ、もう少し。はい。網走。まあ、大津区会ももうすぐですね。たまたま看板を見つけたんで、網走監獄博物館に今から行きます。実際に使われてきた刑務所として、監獄として使われてきた建物がそのまま残されてる博物館ということで、いやすげえワクワクしますね。とりあえず行ってきます。これが重要文化財の、網走監獄の、まあ、実際に使われてた、まあ、収容されてたところ、囚人が収容されてた建物。
ここですね、個人浦キャンプ場っていうのかな、無料みたい。すごい、網走湖のすぐ湖畔のキャンプ場、ここだ本日のキャンプ場。まあバイクはここまで手で押して OK、 まあこんな感じで好きなとこに貼って OK ってことで、まあ今日はここに貼ります。やっぱこっちの湖スレスレのとこに貼ります。ここちょっと湖とギリギリすぎたかも。まあでもこのコンクリのここでアルコールストーブ使ってまあお湯沸かしたりとかやりやすいと思うんで、まあいいでしょう。まあ後ろにバイクも置いとけるという。これ網走湖っていう湖、まあ夕日が綺麗そうだな。まあ、もうすぐだな。今は、今は17時2分。セイコーマートに買い出しに来ました。今日もセイコーマートオリジナルのアイス、北海道牛乳ソフトチョコ。まあ昨日のはアイスクリームだけど、これは種類別アイスミルクってやつだ。ちょっと安い、昨日のは200円弱ぐらい、これ110円。この網走湖で夕日を眺めながら、まあ、まだ夕日ってほどでもないけど、夕日を眺めながら、とりあえずコーヒーを飲みます。まあちょっともう18時過ぎてるから、今コーヒー飲んだらあんまり寝れなそうだけど、まあでもこういう景色を見ながらコーヒーを飲むっていうのはなかなか素晴らしいことなんで、まあいいでしょう。やっぱ旅って言ったらホットコーヒーですよね。なんだろうな、旅とホットコーヒーはセットなんですよ。僕は結構ネパールでもいつもホットコーヒーは必ず飲んでて、好きなコーヒー屋がカトマンズにあって、早くそのコーヒー屋に行きたいんですけどね。チクサっていうお店。やっぱね、酒を飲まない人間にとってはカフェインですよね。まあ、ホットコーヒーを飲んで、なんだろうな、こう浸るというか、その時の感情に浸るというか、いろいろ思い出したり、まあなんだろう、日常の中にこの景色がある人たちはすごい羨ましいなって思うけど、地元の人に限ってこういう景色あんま見に来ないって言うけど、まあさっき地元の女の子っぽい子がママチャリを乗りつけて、こうしばらく待って、じーっと待って、こうねすごい眺めてから颯爽と帰っていきましたけど、まあ、だからここら辺の人たちは日常的にこの景色見てるって思うと羨ましいですね。お湯がいい感じに、お湯が沸けたんで、まあ、とりあえずコーヒーをまずはコーヒーを、こんなもんかな。そいでさっき買った卵、ゆで卵、今日の夜と、まあ明日の朝、まあ今日の夜全部食っちゃうかもしれないけど、を作ります。お湯足らないな、多分。お湯足らないな。
まあ水も足して。これいいかな。インスタントだけどうまい。僕結構味覚音痴なんですよね。味覚音痴な、基本的に何でも美味しいって思えるんですよ。インスタントコーヒーでも美味しいし、コーヒーの豆っていろんな種類があるじゃないですか、まあ、ブラジルとかコロンビアとかマンデリンとか、まあ、産地でいろいろあるじゃないですか。僕そういうの本当味わかんないんですよ。なんか焙煎の度合い、あの深入りとか浅入りとか、そういうのはまあ分かりますけど、苦かったり酸味があったり、ただねその種類とか本当分かんないですね。だからそのいい豆とか悪い豆っていうのも分かんないです。もうね僕はね安いコーヒー豆でも全然美味しいと思える人間なんで。夕日っていうか太陽がもう見えなくなりましたね。今時間が18時56分ということで、まあこの網走湖を眺めながらゆで卵を食べます。はい、寒い。今ダウン着て、まあ、ヒートテックは着てないけど T シャツの上にあの薄いシャツ着てダウン着て、まあ、タイツ履いてないけど、まあ、靴下も1枚、まあ、寒いっすね本当に。昨日は旭川のキャンプ場で全然寒くなかった。夜も半袖だったかな。うん、場所によってほんと違うんだな気温がっていうのを実感しましたね。だから多分明日行く、なんだっけ、やべ名前ど忘れした。あ、知床半島とかはなんかもっと寒そうな気がするけど、どうなんだろう。